やっぱ俺も一応プロなんで、お客さんの要求に最大限応えるのがプロの宿命っていうか、お客様の求めるものを提供するっていうのがあれだと思うんで、根っからの目指したがり屋なんて仕方ないですよ。1年8ヶ月ぶりの復帰戦を前に、サービス精神たっぷりに話す米倉ジム期待のホープ阿部元和。アマ全日本社会人選手権優勝の実績を引っ提げ、98年にプロ入り、フェザー級ランカーまで一気に上り詰めた男だ。しかし2000年6月、元 WBC インター王者のアーマド・パンディと対戦し、鮮やかな1ラウンド KO で勝利を飾ったが、試合後自ら披露したパフォーマンスで着地に失敗。ここで恒例のパフォーマンスが始まりました。とにかくリングに登るとアドレナリン、勝利するとさらにさらにというこの阿部ですが、怪我しなければいいんですけどね。そうですね。なんと左腕を骨折し、全治3ヶ月の重傷を負ってしまった。手術を行い2ヶ月入院。だが阿部のボクシングにかける情熱は人一倍、決して腐ることなく不屈の闘志でよみがえってきた練習の虫は、今日1年8ヶ月ぶりに復活のリングを迎えた。体調ですね、これでもかこれでもかっていう逆境を乗り越えていけって、やっぱそうだなっていうのは、普通やったらもうやめてるでしょうね。今度の試合、新生阿部元和見せますんで、ぜひ聞いてください。やるよ。ついにリングに戻ってきたパフォーマー阿部元和の戦いに注目。復活を切望された米倉会長期待の秘蔵っ子、米倉ジムの阿部元和、1年8ヶ月の怪我と戦ったこの期間を乗り越えての今日のリングです。第2ラウンド、ラッタナサック相手に非常にいい攻撃を見せる場面もありました。追い詰める場面もありました。さあ第3ラウンド開始です。だいぶそのブランクというのを吹き切れたんじゃないですかね。先ほど、ね、いい攻撃しましたから。そうですね、大橋さんもとにかくこの緊張感と戦うのが非常に大きいだろうという話をしていたので、そうですね、なんとか無難にね、第1、2と、ね、終わりましたので、もうこれで阿部の本来の持ち味というのを出せるんじゃないですかね。そうですね、さあその本来の持ち味であるファイターぶり、1年8ヶ月前のそれが今日果たして戻ってくるんでしょうか。阿部元和、リングの中央打ち合いになっています。両者ミラッパーだったらさっきと右です。この打ち合いでもね、非常に阿部ガードして、阿部の右ナイスミです。よく見てますからいいですね。非常に見てますか、はい、第1ラウンドはね、ちょっとね硬くなりすぎたんで、ああいうところにパンチくるとね、阿部の右副顔面を強打、しっかりと相手の顔面を捉えました。阿部ダウンをロープに詰めている。ここはノーガードの打ち合いの要素を呈している両者。もうこういう打ち合いはね、これ阿部の完全にペースですからね、はい、ちょっとダメージを受けたような印象も、見た目にはあるんですが、ラッタナサック第3ラウンド残り2分を切ったところ、ジャックボディ、ラッタナサックの方もね、完全に足が出たね、はい、しっかりと相手を見て、そしてパンチを顔面に着させていきます。マースピース、まだね、マースピース2度目ですからね、はい、第2ラウンドに続いてラッタナサックのマースピースが外れました。ミノアッパー、しかし残り時間はまだ1分30秒以上あります。ミノフックを切りました。ミノフックボディ顔面とね、ちょっと非常に効いてきてますよね、はい、とにかく低い体勢を取って、そして今回は体を振って相手の中に入っていくパンチ、こういった攻撃パターンも見せたいです。そう試合前に話していた阿部元和。ここでね、阿部ちょっと細かいパンチからですね、はい、強いパンチをね一発入れたいですね、はい、はい、手数で勝負するというのはこの阿部元和のスタイルですよね。もうよく言えばね、はい、手数の中に強いパンチをね、その強弱ですよね、はい、それ入れるとね、もっと楽に試合をね進められると思いますね。そうですね。右のストレート、左、右から左、今日はね非常に右クロスがいいですね、はい、左のアッパーを突き上げました。右のクロス、高校時代はこの右のクロスで何度も倒したことがあるという阿部の右クロス、しばらくはどこかに置き忘れてきたとそう話していたんですが、今日もしかしたらその右クロスを出すかもしれません。そんな話もしていました。ミノフック、ね、この右を返していきました。ミノフック、阿部の右、そして右のボディ、さあここは完全にローガード、ロープなんですね、はい、阿部元がダウンを奪いました、うん、スタンディングダウンというのはないんですけども、はい、一応このロープがなかったらダウンするということで、はい、まあ、ダウンを取りましたね、はい、さあ、ダウンを取りました。これで阿部元が一つダウンを奪った格好になります。第3ラウンド残り10秒を切りました、
ノボディ、ラッパーを突き上げます。ラッタラサック。やり。相手を詰めて、そして右のストレートで追い詰めていくような格好になりました。第3ラウンドは阿部元一がスタンディングダウンを奪いました。1.8 ヶ月という時を経て生まれ変わった阿部元一、狙うは完全復活と本人は豪語していました。第4ラウンドはこのロープダウンがありました。ラッタナサックから第4ラウンドにはダウンを奪った阿部元一です。まあ、阿部の方はですね、この左腕を怪我して、まあ、右だけね練習してましたんで、はい、非常にこの右は強くなりましたよね。はい、まあ、怪我の巧妙とでも言うんでしょうか。そうですね、うん、画面も捉えました、ね、右クロスが非常にね、はい、以前より威力があるんですよね。あ、そうですか、はい、右のボディ、立ち上がりこそ大事に大事にボクシングをしていた阿部なんですが、途中から阿部らしいファイターぶり、そしてこの思い切りのあるファイトが見られます。やり画面を捉えました。阿部の左です。やり小刻みにジャブを打っていきます。左もうまく、ね、出るようになりましたね。はい、相手のパンチをかいくぐりながら中に入っていこうという阿部、顔面を捉えていきます。踏み込んでの左のボディです。押された顔面を捉えた。右のコーナー、さあこれで左ボディ、左のボディ、ラッタラさんのボディを返す。右を大振りになった。左しっかりと顔面を捉えている阿部元一、右キャッパー小刻みにパンチを放っていきます。相手の顔面を捉えています。いや、左ジャブも、ね、いいですね。はい、阿部の左ジャブ非常にスナップも効いて、はい、いいパンチになってますね。うん、左ジャブなんですけども、ダメージを与えられるパンチ打ってますね。はい、はい、ちょっと両者もつれ合う格好になりました。怪我によって前腕、まあ、腕の頭骨、左腕を怪我してしまった阿部なんですが、まあ、その時は本当に自分を恨むしかない、そう話していました。しかしそれも全て自分が招いたこと。この1年8ヶ月どんな思いで練習をしてきたんでしょうか。さあ阿部がパンチを浴びていきます。まあ辛かったでしょうけどもね、いやでもその代わりまた一つね精神的にもね楽しくなったと思いますね、はい、この怪我でね、ジャブボディを持っていきます。ちょっとラッタナサックの手数が減ってきたように思いますね。そうですね、もうやはりそれはまあ、ダメージもあるんですけども、はい、スタミナ切れっていうのもねありますよね。第3ラウンドには阿部がラッタナサックからロープダウンを奪いました。いい左、もう今でもたまにね怖いパンチ出しますね。阿部も油断してはいけないですね。はい、母国のタイではムエタイ試合経験数が500戦を超えるというこのラッタナサック、非常にトリッキーな動き。左から右のボディを持っていきます。動きを来た左、あえて避けたところに阿部の左が飛んでいきました。この強力な左のジャブです。しかし阿部もですね、先ほどの右アッパーでちょっと鼻血出ましたよね。ボディを返す。さあここからラッタラサックが出てくるか。右のフック、あ、聞いた、あ、止めましたね。はい、阿部元一第4ラウンドでこのラッタナサックから、まあ、いや最後はレフェリーストップもですね、あ、やりましたね。レフェリー止められましたね。ここは勝利の喜びをなんとかガッツポーズで我慢したという格好でしょうが、ラッタナサックが第4ラウンド、ま、腕を折った時のような、ね、ドロップキックもしかしてするのかなと思ったんですけども、はい、直前で今レフリーに、ね、止められてしまいましたね。2分55秒第4ラウンドテクニカルノックアウト勝ち阿部元一、まあ、最後はあっけない負けでしたけれども、まあ、1年8ヶ月ぶりにしてはですね、非常にいい出来だったと思いますね。そうですね、はい、これもあの各ラウンドごとにしっかりと着実にこう自分の攻撃をしていった結果、そうですね、まあ、第4ラウンド最後はラッタナサックから TKO 勝ちということになったわけです。